はい、政治家女子48党へようこそということでですね、今日ですね、まあ、YouTube で紹介している通りですね、写真と書類によるオーディションさせていただきました。まあ時間ないので青汁王子はですね、写真を見て直感で言ってもらいましたし、当然 DJ マル君も基本的に直感で言ってもらいました。で最後ホリエモンの委託をしてした代理人として選んでくれた山本真央ちゃんが最後プロフィールとか見ながら点数を入れて3人の点数の、まあ、一番高い人から順番にお電話差し上げました。まあなんと一番点数高い人がまず電話お出にならなかったっていうことがあって、まあ1番2番の人も出なかったのかな。でまあその人たちはもう電話かかってきたら対応するということなんですけども、まあいずれにしてもですね、今42名の方が決定しておりまして、まあ42の選挙区ですね、一つの選挙区に一人ということなの で東京23区は全部決まりました。まあ、葛飾区だけが2年後なんで、まあこれはそもそも選挙がないので流れましたけども、23区中ですね、1人決まってる、誰かな、末永さん、あ、そういうことね、北区ね、はい、22区はもう埋まりましたと。で、それ以外にもですね、決まってるところがあるんですが、ちょっと時間がもう12時を回りましたので、さすがにこの時間以降電話するのはこちらも失礼かなと思いまして、一旦電話を止めました。でですね、今だから電話かかってこないなと思う人は申し訳ないんですけども、だいたい150人中真ん中ぐらい以下になります。本当にね、人のに点数をつけるっていうのは本当僕自身はやりたくなくて、やりたくなくてというか、まあやらなきゃいけないんで仕方ないんですけど、まあ僕がやるとね、例えば出るので、いろいろと自分のあれが入っちゃうので、僕はやらずに、冒頭申し上げた3人にやってもらったというと、ちなみに同じ点数の場合は早く申し込んでくれた人を先に順位につけていきました。で、明日ですね、まあ正確に言うともう今日ですね、12月の28日の、まああまり早い時間に電話しても出にならない可能性があるので、19時から電話再開します。で、19時から22時までの3時間ですね、かけていきます。で、おそらくこのところで、30人ぐらいはさらに追加で公認できるとは思うんですけども、まあもう22時を過ぎた段階ではこちら電話をストップします。こちらからかけるので、もうどうしても出たい、私はどうも評価が低そうだけども、どうしても立候補したいという方は明日の22時以降にこの私の携帯の方にお電話いただければですね、出たい人をふるい落とそうという気持ちはありません。どこかの場所に移動してですね、立候補していただくと、引っ越ししてでも立候補していただく方をですね、立候補させませんというつもりはありませんので、これは全ての方に、まあ、今回応募いただいた153名の方に、やる気のある方についてはぜひとも立候補していただきたいと思っていますので、お住まいのところがね、そもそも競合がないような地域、いわゆる東京ではないところだといいんですけども、もともとやっぱり東京都内に住んでても自分の住んでる市区町村で、立候補する人が決まってるという方については別のところに移動するとか、まあ、あるいは例えば千葉市の方は千葉県議会議員選挙に出るとかですね、まあそういう形でですね、とにかくやりたいっていう人を今回はすいませんと、もう立候補しないでくださいというつもりはないので、明日の19時から電話、こちらから電話していきます。だいたい150番の中から70番目以降ぐらいの人であると思う、70番か80番目ぐらい以降の人からにお電話差し上げます。で3時間繰り返しますが、3時間こちらから電話していきます。そうすると、まあ、100番以降ぐらいの人には電話が入らないということになります。でここにおいてはごめんなさい、もう電話しません。ただし、電話がかかってこなくても、私は順位が低くても絶対出たいんだという方は明日の22時以降ですね、これはもう無制限に夜中の1時でも2時でも電話が鳴る限りですね、対応します。もちろん僕電話ずっとしてるんで、かけてもすぐ繋がらなくてもその電話切ったら必ず折り返していきますから、明日の22時までに連絡がない方はお電話ください。でやっぱりこう
一緒にやっていく中でそのレスポンスよく動いてくれる人がすごく大事で、今日も電話していくと、まあ今日夕方夜8時半ぐらいから電話していきますよって言っているにもかかわらず電話出られない方とか、一方でもう待ってましたっていう方もう全然こちらからしたらもうやる気があるかないかってその視点で分かるわけですね。で直接オーディションをせずに、まあ、写真で選ばせていただいているので、まあ、そういう意味では本当に最初に電話の出方でですねやる気があるっていうのはよく分かりますので、やっぱりやる気のある方をやっぱ優先したいというのがありますので、まあ、今後の政治家としての活動だけじゃなくてアイドルやそういった女優業いずれにしても明るく楽しくやる気のある方をやっぱりこちらとしては採用したいとか一緒にやりたいと思っていますので、ということで、もうすでにね、公認決定した42名の方にはご案内してますけども、そっちはね、もっと前な、白の13日ですね、13日の参議院会館で記者発表ですね、まあ、おそらく雑誌とか新聞、スポーツ新聞の人たちはたくさん来ると思います、ね、ひょっとしたら普通紙の記者も来られるかもしれません。この時にできれば住民票を持ちいただきたいんですが、まあ、引っ越しする人は1月の15日まで、最悪22日までに住民票を移動してください。で、ホテルでも大丈夫です。ホテルを連泊してそこに住民票を打つことも可能です。詳しくは私の携帯電話の方に、ここにね、引っ越しのことでわからないとか、なかなかウィークリーマンション見つからないということはご相談ください。引っ越し費用は皆さん持ちですけど、それ以外の費用は、すべてこちらで、政治家女子48等で持ちますので、そこはご安心ください。で、13日は15時から記者発表しながら皆さんのポスター用の写真撮影であったりとか、もちろん宣材写真をお持ちの方は写真撮影しなくても大丈夫です、YouTube での撮影ですね、であったりとかをいたしますので、で、これが参議院会館です。これウィキペディアでも調べてください。東京の千代田区にある国会議事堂の横にある参議院会館です。ボールデッキは永田町になります。で、18時から近くの今ホテルのホテル会議室かなを借りる予定で、ここは決起集会というか皆さんで、立食でね会議室借りて、お酒もジュースも飲みながらって感じで、まあ決断式というか、まあねこれなんか、まあ、25歳以上の人になるんですけど、なんか楽しくね、なんか学生時代に戻った感じで、多分な70人ぐらいは集まるかなと思ってます。女性だけでね、まあ、立候補予定者だけでね、ワイワイ楽しくできると思いますので、まあ、そういう意味では本当に新しいチャンス、人生を変えたいというかね、新しいことに挑戦したい人が皆さん集まります。それぞれが多分知り合いの人誰もいない中で集まってくると思います。で、13日ちょっとホリエモンは無理なんですけど、DJ 社長っていうか、今日マルクにも声かけてですね、そういった著名人の人もできたら来てくださいということで呼びますので、ぜひね、こちらの決起集会にもご参加いただければ。もちろんね強制ではありません。交通費も皆さん自己負担になります。食事代とかこちらで出しますけども、交通費だけは皆さんご負担になりますので、地方から来られる方は申し訳ないんですけども、ということになります。なんか言い忘れたことないかな、大丈夫かな、ね、ということで、でもう公認決まった方はもうですね、もう今もちょっと電話鳴ってますけども折り返しますが、不安を感じたり疑問を感じたらすぐ私の方の携帯に直接お電話ください、その方が早いと思います。もちろん LINE アットの方の LINE からもですね連絡は行きますけども、はい、電話いただいた方が話が早いと思いますので、簡単な些細なことでも結構ですのでお電話いただきたいと思います。ということで、明日もう一度お電話差し上げますので、よろしくお願いいたします。ということで政治家女子48党へようこそ。よっしゃ。